皆さんこんにちは。岐阜県のご当地アイドルルート25っぱのみかんです。みかんなりに SKE48 メンバー紹介ということで、今回は池田楓ちゃんについて紹介していきたいと思います。まずは基本的なプロフィールから紹介します。ニックネームかえにゃん、9期生、生年月日2000年7月5日、血液型 O 型、出身地長崎県、身長155センチ、キャッチフレーズ借り方は私、貸し方はあなた、いつも隣におってくれん、よかよ。メンバーカラー赤、緑、趣味アイドル鑑賞、猫と遊ぶこと、ダジャレ、特技簿記、電卓の早打ち、一輪車、鉄棒、将来の夢 SKE48 を見ない日はないと言われるくらいのグループにすること、好きな食べ物、お母さんの作る唐揚げと卵焼き、皿うどん、パリパリ麺、チョコミントアイス、好きな言葉、初心忘れるべからず、一言メッセージ、長崎県から人生を変えるために来ました。何の取り柄もない私ですが、この子が SKE に入ってきてくれてよかったと思っていただけるように頑張ります。何でもやります、よろしくお願いします。ということで、みかんなりに海内について紹介していきたいと思います。はい、海内は、チーム E に昇格したということで、今日はみかんチーム E T シャツを着てきました。初めてこれ着ました。これはその作った段階でいた、メンバーのサイリウムカラーをそれぞれお花にそのメンバーカラーの色をつけて表現してるみたいです。はい、ということで、紹介していきたいんですけど、プロフィールにあったサイリウムカラーなんですけど、この赤と緑っていうのは昔のみかんの神推しの斉藤真希子ちゃんのサイリウムカラーで、そのカイニャンのサイリウムカラーを聞いた時に、あ、真希ちゃんと同じやつだと思ってすぐに覚えました。あと元 SKE の古川愛理ちゃんもこの赤と緑のサイリウムカラーを使ってたみたいです。この覚え方としてクリスマスカラーっていうのでね、覚えるとすぐ皆さんも覚えやすいんじゃないかなって思います。カイニャンは SKE48 唯一の長崎県出身ということで、長崎はカステラが有名だと思うんですけど、このショールームのアバターでカイニャンはオリジナルのカステラニャンっていうアバターを作ってました。それがこちらです。みかん真似してね、描いてきたんですけど、すごい可愛いですよね。なんか本当にマスコットキャラクター的な感じで、ちゃんとサイリウムも赤と緑つけてて、すごいなんかグッズ化したら可愛いんじゃないかなと思って、ぬいぐるみとかさ、キーホルダーとかこういうのあったらみかんもカバンにつけたりしたいなって思うんですけど、よくファンの方もみかんがショールームやる時もこのカステラニャンのアバターをで見に来られる方もいて、みかんも欲しいな、欲しかったなって思いながら、いいなって、羨ましいなって思いながら見てます。はい、キャッチフレーズをね、さっき言ったんですけど、初めてみかんが聞いた時に、え、何って思ったんですよ。で、借り方とか貸し方っていうのは簿記で使われる用語みたいで、カイニャンは特技に簿記って書いてあったんですけど、そこから取ったんだなって思いました。で、いつも隣に追ってくれんって言って、で、ね、こんなね、追ってくれんとか、方言で聞かれたら絶対さ、もうファンの方なら、もうよかよーって答えちゃうんじゃないかなって思うんですけど、そのファンの方のよかよーっていう言葉もその長崎の博多弁
を取り入れた感じで、ちゃんとね出身地もアピールした踏まえた、なんかすごい考えられたキャッチフレーズだなって思いました。でカイニャンの実家には17匹の猫を飼っています。なんか17匹って想像がつかないんですけど、もう家中猫なのかなと思ってすごいなって思うんですけど、そっから多分あのカイニャンのニャンっていうのをね入れたのかなって思うんですけど、でもなんかカイニャンも見た目も本当になんか猫っぽくて、そう本当にあの猫が好きだからこそなんか猫っぽい感じなんかそう猫っぽい顔立ちなのかなっていうのを思います。でカイニャンは SK 入ってきた頃から髪型がボブな感じで、あんまり9期生の中では短い髪の毛の子がいなかったから、すごいそのボブの髪型が似合ってて可愛いなって思ってて、あの覚えるのは早かったですね。もうずっとねあのカイニャンは今もずっとボブなんで、それをね多分もうカイニャンイコールボブっていうのが皆さんの中で印象深いと思うんですけど、あの可愛らしいカイニャンをこれからも応援していきたいと思います。そしてチーム E のフェスティバル公演にみかんが参戦した時に、あのカイニャンが研究生の時によくねアンダーでチーム E に出演してたんですけど、その見送りの時に、本当にカイニャンは縦膝でもうすごい大きい声で笑顔でもう一人一人にありがとうございますありがとうございますってお見送りをしてて、それがすごい印象的で、カイニャンの声が特徴的っていうのもあるんですけど、すごいあの一生懸命だなっていうのをみかんすごい覚えてて、そういうなんか姿を見ると応援したくなるなっていう気持ちになりました。あの劇場公演は誰にでも平等にチャンスがもらえる大切な場所っていうのをカイニャンは SK48 のおうちラジオで話してたんですけど、本当にそうだなって思います。なんかカイニャンなりに一生懸命あの頑張ってたからこそチーム E に昇格することができたんじゃないかなって思います。なのでね、これからもチーム E としてのカイニャンの姿を見守って応援していきたいなって思うし、カイニャンらしくあの一生懸命頑張っていってほしいなって思います。ということで次回は田辺瑞希ちゃんについて紹介していきたいと思います。みかんチャンネルのチャンネル登録、そしてグッドボタン、あとコメントもよろしくお願いします。以上、ルート25パのみかんでした。バイバーイ。